小口道子は、兵庫県出身の日本の美容家、婦人運動家、小説家。出生名は、寺本道子。号は、美とめも。夫は、映画監督の小口正。1883年2月8日、兵庫県加藤群社村出身。教育者の寺本武氏縫いの長女。旧姓は寺本。号は、美とめも。小学校卒業後、独学で。 教員検定試験に合格し、教理で2年間、神戸市立神戸小学校で3年間、上京後も2年間、小学校生教員の教職に就いた。同じ時期、平民社の社会主義婦人講演会に出席し、生まれて初めて我が魂を揺さぶる内容に感銘し、社会主義そのものよりも、女性解放に見せられて平民社に出入りする。1904年頃から、 社会主義婦人講演会で演説を行い、婦人の政治参加を認める、要請願運動に走る。教職、政治的活動の一方で、岩野法名、相馬漁夫らによる文芸雑誌、白百合市場で、歌人、ビトメモとして活躍し、熱烈な上層と溢れんばかりの再起、まさに、よさの婦人、秋子の無家符を張ったものと、読売新聞で評された。1906年、 活気にかかり帰郷する。1907年秋に健康を取り戻し状況。利用館の遠藤初子に弟子入りし、約8年間美顔術技師として活動。この間、美顔術を取材に訪れた佐藤光六の弟子で吉沢商店を経て、日活向島撮影所で映画監督としてサイレント映画を量産した映画脚本家の小口忠氏と知り合い。 1910年に結婚し、奥地道子となる。結婚出産後も美顔実技師として仕事を続け、当時は珍しい夫婦共働きは読売婦人付録で紹介された。東京婦人美容協会発足時、右から6番目が奥地道子。右端はマリー・ルイズ、右から3番目は山野知恵子。1919年秋、東京芝公園の自宅に、 東京婦人美容法研究会を開業し、女性の新しい自活の道として、美容家の養成を始める。1915年、美顔おしろいで有名な桃谷順天官の顧問。美容使用性や化粧品の製造販売をする一方、1917年から1930年、主婦の友での美容相談の担当を始め、1920年から1931年、婦人クラブでも、 美容相談を担当する。1923年関東大震災で自宅が全焼するが、2週間後には原宿で美容室を開業、母屋で化粧品製造を行う。三越百貨店の婚礼出張も再開し、焼け残っていた上野西洋圏で挙式を行う。日活を退職した夫の中が中心となり、マスター化粧品の製造販売を開始し、 1924年、京橋に化粧品の営業所と美容室を開業。1925年末に美容家の連絡機関として東京婦人美容協会を発足。1927年、京橋の結発組合組合長に就任。同年、新築された三越本店に美容室を開業。美容室のデパート進出の先駆けとなる。 新式婦人化粧法を表すなど、日本美容界の早々期を築き、戦前の美容界の中心的存在であった。美顔術を研究する一方で平民者に参加し、坂井敏彦が1914年に創刊した文芸誌、ヘチマの花等に短歌や俳句、小説等を寄稿する。1915年5月に青柳由美を主筆に迎えて実業の世界者が創刊した。 女性史、女の世界に、坂井敏彦、松崎天民、白柳修子らと共に執筆した。不戦運動の初期に、その運動に参加した。1962年7月27日、死去した。万79歳没。国立国会図書館蔵書。ありがとうございます。